はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。いやー、久方ぶりの更新となりましたゴーストオブツシマでございます。申し訳ございませんが、まあ今回もね、このダビデのような立ち方をしながら真っ黒ないでたちということになってございます。裏で作業を進めさせていただきました。前々回でしょうかね、袴というものを竜像という傘の民にね、いただいたと思うんですが、それをちょっと黒になんか色替えみたいなのができるらしく、それをさせていただいたのがこの袴だと。浪人の袴っていうやつね。で、さらにこの上にね、傘を私かけてるんですが、これもね、どっかで拾ったやつを、まあ黒色の傘だったんでちょうどいいかということでね、シックに決めておりながら、弓と剣もね、黒色と白色に、色を変えて、そしてまあまとめ上げたというようないでたちでございますが、今回早速ね、あの兼太の木という、いよいよでございますよ。前回ここで私はあのタコさんウインナーみたいなものね、鍵爪みたいなものをいただきまして、それでなんかいろんなところに飛んでいけるようになったと。ならばもういよいよ今回は兼太の木に攻め込もうと、みんなね、仲間にしたみんなと一緒にここに攻め込もうというような回でございます。さあ、では早速やっていきましょうかね。まあ、前回にあの石川先生というね、弓を打たはるスペシャリストのなんかまあサブクエストみたいなものをさせていただいたりしましたが、まあ雅子さんとかね、ゆなちゃんとかね、まあいろんなこう今まで仲間につけてきた竜像も含めですね、そういうまあ本当アベンジャーズみたいな感じでね、各々のスペシャリストがぐっと返して、そして兼太の木を押そうという、まさにクライマックスでございますから、楽しんでねやっていきたいと思いますけれども、よっしゃ、じゃあ行こうか。ゆなちゃん戻ったね。お待たせ、ゆなちゃん。久しぶりやな、ゆなちゃん。みんなな、まだおったのか。うん、嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。タコさんウィンナーやろ。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。おいでって言えばいい。兼太の木に向かい、おじ上を救うと。いいやん、これでいよいよ集まってくるんちゃう。ああ、来た、サボーズちゃう、これ。翌日の兼太の木ね。お前の老いが我が兵を追います。けだもののごとく、八つ咲きにしている。お前らほんま一生喋ってるよな。俺らは民に何をした。仕事すれば。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。は？私は誉れを持って武勲を立てた。これ誉れ中毒やから。津島の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。奴もそう言ったな。だが奴は勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ごめん、まず勲氏が分からへんから。そうか。俺の家は代々対馬を治めておるとか。ああ、そう。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。へえ。この目で見るのが楽しみだ。お。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って上をしのぐがいい。うん。だいぶ煽られてるやん。おじさんだいぶ煽られてる。数国語。あ、何、みんなもう仲間集めたってこと？一人ぼっちやけど。どうした竜像、何があった。みんな揃った。菅笠衆を待つ。来てへんの。いや、先に小屋で待っておれ。え、竜像、またええやん。なんで、なん遅刻してんのあいつ。陣の道、影の武者のおなーりー。あ、まさこさん、まさこちゃんやん。あ、まさこちゃんとほら、クズやん。クズじじい、ほら、久しぶり。ご加勢、おじ上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。はい、弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。うん、まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。やったやった。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたか。ざまあないな。ほんまや、ざまあないな。あ、ざまあないな。若い女子と暮らすなら。ほんまや。ピッサチョみたいな頭しやがって。あれは娘のようなもんだ。女子にとって、父親など忌ましいものだ。だいぶ責められてんねんけど。まさこさんにだいぶ責められて。あ、いいな。あいつらうまいことやってるやん。
え、で、なんであいつ来てへんの？おのおの方、潮時です。龍蔵、これよりおじ上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。なんで来てへんの？策は終わりで、酒井殿。え、そう、策も減ったくらいバラへん。ただ突撃して殺し、皆殺しやん。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。はいはい、皆は大手門を破ってください。ていうのもどうやろ、おじ上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。めっちゃ広いな。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いえ、まあ、いや、忍び込みます。まさこちゃん、そういう言うけどな、ささえちゃうから。それから死角を目指し、簡単にいかへん思うね。おじ上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。殺せばいいってことやろ、結局。死にに行くようなものだ。死にに行けば、じゃあ負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心だ。ごめんな、ちょっとさながら野党か。熱くなっちゃうけど、あのピスタチオには。ごめん、ピスタチオ、お前だけはほんまに当たり強いか。俺、おじ上がお待ちです。いざ城へ。おでもかっこいいな、なんかな。いいや、オールスターが今揃いに揃ったっていう感じやからな。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。うまくいくよ、当たり前やん、ゲームやねんから。大丈夫大丈夫、リスタート聞くから。イナちゃんな、イナちゃんももう何回か死んでるからな、はっきり言って。ここから登れそうだな。そうそう、俺ここから行ってくるから。ほんなら気をつけるんだよ。うん、ありがとう、イナちゃん。あい、あい、龍蔵来た、言うといて、あの、さっき行ったからって言って。イナちゃん、イナちゃん、おっしゃ。ほんだら、こっからおじさんは攻めていけばいいの。おお、すごいね。えらい感じやね、これ。こっから入ればいいんかな。任しといて、任しといて。こういうの大得意よ、ほんまに。え、でも見つかったらあかんっていうだけやろ。別に殺してもいいんやろ。おっしゃ、これで、まあ、近くにいる敵というか3体4体ぐらいは今倒しといたけど、これ忍び込むっていうかな、っていうかどうやろ。え、でも倒せる敵は倒しといた方がいいやろ。ここにもいんねん。おっしゃ、これで後に楽になるんちゃうかなと思うから。あっちにもいるな。のろし術、まず番兵を倒さねば。のろし術、あ、こら辺にいる敵をまず倒せばいいってことかな。じゃあ、おっしゃ、これでのろし術。のろし術ってか、もう全員敵倒してるけど。先生、賢治と大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。マスコちゃんは誰か忘れておるぞ。あなたは。私と。まさこちゃんと一緒に行くの？やだな、まさこちゃんと一緒に行くのは。まさこちゃん気狂うからさ、途中で。ちなみにまさこちゃんとのね、別の任務みたいなものもね、はいはい、戻ります戻ります。別の任務みたいなものもね、サブクエストでやったんですけど、まさこちゃんほんまもう狂うんよ、あのまんま。なんか息子の敵みたいな感じで急にもう、この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。あ、そうなん。ヒステリック起こすからさ、まさこちゃん、頼むで。ヒステリック起こしてバン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 撃つのかやめてな、乱暴みたいに。頼むよ。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。まあもうそう言われたら、じゃあもう皆殺ししかないよね、結局。お、まさこちゃん頑張ってよ。まさこちゃん今日剣で頑張ってるわ、ほら。みんな見てあげて、まさこちゃん頑張ってるとこ。ほら、まさこちゃん頑張ってる頑張ってる。ほい。お、まさこちゃん上手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 。自分なかなか上手やわ。筋があるわ。痛いって。なんでお前、なんで、ちょっと待って、なんで俺やねん。いや、ちょっとやめろ。なんかはめは。おっしゃ、まさこちゃん頑張れ、ほんだ。お、どうした？お、どうした？さすが、まさこちゃん。はっきり言うてな、まさこちゃん。まさこちゃん筋いいわ。ヒヤリの扱いは自信持って、自分に。私がおじ上をお助けした後、追っておいてください。承知した、抜かるでないぞ。はい、まさこ殿も。よっしゃ、まさこちゃんなんかするって。橋の近くにいるユナに会えやって。ってことは向こうの方に行けってことかな。え、いよいよこの城の方に向かって行けってことちゃいますん。うわ、楽しみやな。おゆなちゃんやほー、ゆなちゃんやほー、ゆなちゃんやほー。ごめんなさい、万平がいる。俺が先駆けだ。先駆けだって男塾みたいに言うけど、お前。だから、あの向こう側にある橋の方に行けばいいんやろ。よし、ではいよいよぞ、かかってこい、コトゥンハーン。この
酒井陣が貴様らのお相手いたすぞ。はよしてや、そういかなかった。この橋はよく覚えておる。そこまでいかなかった。この高さから落とされたんだろう。せやで。よく生きてたね。そうやろ。確かにな。確かになじゃねえよ。なんで人ごとみたいに言える。門を守れ。俺は他の道を探す。はーい。なんか上の方とかに飛べるとこないの？崖を見て、向こうに渡れそうだ。あ、ほんまや。こっちからほんなら行くわ。こいつすごない。こいつの能力すごい。あ、これ下降りんのか逆に。あ、ここやな。なんかぐるっと橋の下を回ってきたんですよ、左側に。うわ、いっぱいいますやん。ユナの手がいるな。うん、ユナの手がいるって言って、あ、ドアを先に開けろってこと言ってんの。いやでもユナちゃんがさ、それでダメージ食らうのはちょっと俺としてはかわいそうなところもあるから。ごめん、結局3秒で見つかった。もう戦うしかない。こうなったら。おっしゃー。まあ、ちなみにもユナちゃんはもう解き放ってるから。ユナちゃん、もう開けてもユナちゃんこっちよ。なんかしろ。剣、お前なんかマジサンズレットみたいなことするやん、これこいつ。モハメド・アブドゥルや。モハメド・アブドゥル、こんなとこにいんねんけど。だからといって手は抜かん。地獄に落ちた。ヘルトユー。よっしゃ、ほんだいよいよ行こうか。ここやな、ここでコトゥンハン VS コトゥンハン戦か。俺はおじ上のもとへ。死ぬんじゃないよ。任せろ。みんなの思いを背負ってるお前さ、なんでいつも話聞かへんの。なんでそんなティーバッティングみたいな会話しかできへんねん、お前は。なにこれ、下トーンの、これ下トゥンハンじゃなくてどこトゥンハン。ほんならどこトゥンハンか分からへんよ俺。あ、こっちから この脇道コトゥンハンじゃん、これ。あ、脇道コトゥンや、ほら。お、あ、言うぞ。おっそ、お前来んの。龍蔵なあ、何してんねんお前。生きてやんと、早く手伝えよお前も。クロードの首を差し出せば、え、褒美をもらえるとさ。貴様、お前寝返ったな。仲間が腹をすかしてんだよ。おじ上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。全然顔見えへん、片目。そして死ねというのか。菰田での戦のように。龍蔵、おじ後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。ならばやるしかないようだな、友よ。貴様にもらったこの墓まで、この足元に輝く灯籠の火を一つ増やすことになるとはな。早っ、腕を上げたな。行くぞよ。おう、まだ今なら間に合うぞ。苦しめはしない。言うようになったな、リュウド。友ではないのか。もう昔の話だ。貴様、確かに貴様の気持ちもわからんではない。しかしな、苦しいのは皆民も同じ。おお、まだ、待てこの野郎。まだ間に合うぞ、リュウド。どうだ、手打ちってのは。リュウド、やってくれたな、リュウド。ならば本気でかからせてもらう。よせ、まだ間に合うぞ。もはや友とて手は抜かん。変わったのだな、お前もな、クロード。確かに私も変わったのかもしれん。しかしな、貴様のように仲間を売ったりはせんわ。さあこれで最後よ、龍蔵。一足先にあの世で待ってな。龍蔵、まだ間に合う。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ、侍がいるぞ。くそ、貴様、龍蔵も弱
網につけ込みよって。許さん。死を覚悟せよ猛虎の民よ。貴様らの弓などこの陣には届かぬわ。誉れなき貴様らにかける言葉などなし。見てよ竜蔵よ、この境陣、この身一つでお前らを滅ぼしてくれるわ。消え失せろ。待たせたな、コトゥンハーンよ。貴様の罪きっちり貴様の命で償ってもらう。いざ戦いの時よ。ほう、雑魚がお出ましとはね。答えよ、志村殿はどこだ。志村殿などどうでもいい。コトゥンハーンを出せ。あの鬼畜の外道、この手で地獄に沈めてくれるわ。少子おじうえ、そこにいるのはおじうえではござらんか。おじうえ、くそ、こんなところにアイテムを用意しよう、腐りやがって。おじうえ、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 信じておったぞ、じん。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、おじうえ。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります、城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。ほう、まさに今こちら側が打って出る時と時ぞ。やい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 や。北にいる万兵どもを始末。さあ行くぞ。よーし、任せろ。お供いたします。行け、おじうえ。ほら、おじうえ、おいや、おじうえ、ボコボコよ、ほら。ならば拙者も加勢いたす。やあ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 。行け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 。行け。いや。待ったな、この野郎。モハメド・アブドゥルメン、こいつはね、ダメージが高いよ、一発一発の。あと燃えるから、俺は。お前、まさか、まさかのとこ行け、まさかのとこ行け、ほら、まさか、仇や、ほら、仇。ほら、まさかのとこ行った、ほら、よっしゃ、その貴様逃がさんぞ。鬼畜の下道め、ここでお前の命に立ってみせるわ。やあ、やあ、やあ、やあ。そう、この賊め、しぶとい。この頭がピスタチオの賊め、逃がさんぞ。やあ、やあ。ねえ、いや、そう、逃したか。皆の者、よく働いた。やったね。かぶって持てるやん。もう、城は取り戻した。かぶって持てるやん。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより、猛虎どもの花を明かし、コトゥンハーンに意思を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。陣の道、影の虫はおしまい、おしまい。噂が広まる。なんてカッコしてんねん。敵討つ守り人。おお、すごいやん。さっきの侍の方がかっこよかったけどな。ちょっとファミリーマート行ってくるわみたいなカッコしてるけどな。2日後、北の地、志村城。おお、コトゥンハーン。なるほど、北に来たわけだ。兼田の木よりも北、志村城に。大層な城ではないか。この門を開いてはくれぬか。うわ、マジで汗臭そう、こいつ。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。おせやん、おせやん、おせやん。ああ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 、竜蔵、
飯をくれる約束だろう。わかるな。入れてやって。助けてくれ。うわ、言うぞお前。あかんって竜像。そのままそいつにつけたらいいやん。今ほんと倒せるやん。もう開けろ竜像。もう開けてくれ。うわ竜像。ああやってもらった。もうすぐ鼻袋広がってるもんで竜像。ああやってしもったみたいな顔すんのやめてもうていい。お前がさせたやがな。もう最悪や。もうこうなったら利用される一方や竜像。早く門を開けろ。門を開けろ。危なほんで。入っていった。ズルズルに引きずって陣の道、新たなる地の果てへ。志村様が探してる、うん、ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりにみんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についておじ上に話してくれ。志村様なら資格だよ。うん。ここでこの竜像と戦った灯籠の池で考え事をしてたんやな。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。うん、お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな、うん、まあ言うてな、ゆなちゃんのことほんま好きやねんこいつな。ゆなちゃんごめんな。それ男心も分かってあげて。こいつなんか侍がどうのとかな、武士道どうのこんの言うてるからさ、とこあんねん。思春期みたいなとこあんのまだな、ゆなちゃん。だからそういうこと言うてるけどな。またゆなちゃんまたな、 LINE ちょうだいな。ほんならね、ゆなちゃんな。あ、すごい、ゆなちゃんここ治ってますやん。村の人たち住んでるね、ほら。村の人たち住んでるわ。よかったよかった。ここでまたほんだら武器とかもね、アップグレードしてくれるけどね。志村様によろしく。あ、うん。またほんだら、ゆなちゃん、後で。あ、ここにももう武士あるけど。もうとにかくあれやろ、おじさんにお話ししたらええんやろ、今。ゆなちゃんの褒美についてってことやな。あ、おじさん。おじさん、だいぶ挙動がおかしいけど。大丈夫？ジン。うわ、なんか。待っておった。肩幅がミクロじゃないお前。なんか必ずや藩を討ち取り竜像も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。まあ、でも騙されたから竜像はな。お前には期待しておるぞ。無論です。悪い奴じゃないねんで竜像は。ちょ、まあ分からへんかやろうな。そんな肩幅では。捕虜になった時お前の所業を聞かされた。あ、自分でべちゃくちゃ喋った時か。そのやりようは非道で、おう、誉れはないと。おう、お救いするため。そうや、仕方なく。文句あんの？分かっておる。おう、そやろ。深く感謝はしておるが、おう、その道を歩もうとは思うな。おう、ん？我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。おう、武士らしく。ちょ、まあ、偉そうにするのやめな、一回な。ユナの件ですが、うん、私とおじ上を救ってくれました。そう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 。あやつの望みは無事に本土に渡ること。うん、船を一層やってもよい。うん、我が城を取り戻した暁にな。え、ありがたく存じます。今あげればいいや。え、半時後に立つ。承知しました。は、え、これ どうなんこれ。正直俺にはさあんまり話を聞いて回るか。
おう、いやなんかそんなに俺言われなあかんことなんかって話ではあるよね。まあ今の時代に沿って考えればってことやけどね。だからすなわちやられていること、猛虎の兵にやられたようなことをお前もしているからそこに誉れはないみたいなこと言われるじゃないですか僕って。確かにね、結果が全てっていうのは俺も好きじゃないね。なんか結果が良ければもう何してもいいやないは俺も好きじゃないけれども、なんかちょっとこうみんなが口を揃えてさ、なんかお前変わったなみたいなこと言われるとちょっと尺は尺よね。ちょっと外出て話聞いてみる。じゃあよし、よく働いておるな。ここの金はわしがもらうが。ジン、あ、あ、まさこちゃん、まさこちゃんどうしたん。まさこ殿、資格の手がかりはいかようで。先は長そうだ。う、何名かは豊玉へ行ったようだが、いつでも加勢いたす。おじ上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ、猛虎を一網打尽にいたそう。いやでも楽しみではあるよね。俺だから雅子さんとか特に石川先生だっていうのはなんか裏切られてるから、自分の弟子にざまあ見やがりやねんけど、それは多分ねサブ進めていかんと分からへんと思うね。どういう決着つくのか、それは俺楽しみではある。それがやっと解放されるからメイン進めると。武器アップグレードするのか。高い、ん、あ、ハゲ、見事な戦いぶりであったぞ。おう、どうした、ちょっと急いでねんけど。先生のご助力があってこそ。おう、して巴の消息を。明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がその体勢なんでしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりで。脊髄やられた。では後ほどお供いたしましょう。外れた、背骨外れたんで。背骨が外れて脂肪出るから今度ちょっともははかわいそうに動けへんもんだ。もうまともになんて言ったんか分からへんかったもんで、もうどうでもええわ。お、すごい、ほらこんなところバーンなったわ。こっち行ってんねんな俺今。あ、そうか、ここがあの橋か。あ、俺が落とされた橋がここやったんや。だからこれある意味でもう繋がってねんな、この島はな、船とかなくても。でこっちの方にぐーっとあれ、こっち広いな。え、ボリュームも多いのこのゲーム。で行けって言われてるとこはここなんですけども、ここでゆなちゃんと、あ、あれ白子か。え、俺白子ちゃうな、あんなあんな感じのものつけてへんもん。あ、これ白子や、これ白子やと思う。ごめんゆなちゃん、お待たせ。うん、あの、が頑張れって言ってた。お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そうそう、説明、細かく説明したら、ね、そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ、うん、お主が武勲を立てれば道は開ける、うん、よいな。さあ酒井、行くぞ。いや、まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。せやな、でもな、ゆなちゃんは別に連れていかんでもいいんじゃないかなと俺思うねんけどな。どうなんやろ、別に連れていかんでもなんとでもなるやろ。あの人だって別に武士っていうか、そのなんかむちゃくちゃ強いやつとかじゃないやろ。ちょっと腕の立つ盗賊ってだけやろな。目指すは豊玉だ。うん、そんな俺らだけで走っていくの。橋は行けぬか、ならば森の古い隠れ道を使おう。おう、行くぞ。おじ上、はい、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンとは何者です。ハーンはどのような男です。一言で申せば切れ者の獣、誇りなど微塵も持っておらん。言葉を学び、おじ上を生かした、なぜでしょう。本土侵攻に協力しろと言ってきよった、うん、褒美は富と権力に女だ。おじ上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。うん、まあ、その腹は立つやろうな。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。うん、義を知る女です。卑しい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。いや、厳しい戦になろう。そんなんちゃうから、お前が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも、お前こそ何もないやねん。この島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、
殿下の鎧を受け継いではどうだ。え、私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。ちょっと武士先行しすぎやなこいつな。武士先行しすぎやわ。自分なんか武士やとして武士として武士として武士としてって言ってもう武士として武士として武士としてって考えてんなこいつみたいなのは。まずありがとう言えよ。ほんだお前ゆなちゃんに。違う、それが誉れちゃう。この匂い、燃える木とムクロ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。おお、一面やな。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。行くの？俺らだけで？いいけど、みんなで行ったらいいんじゃない？なんでそんな急に？どうしたどうした？急に切り倒してるけど彼。ほい。以上。この倒し方好きや。かっこいいよ。なんか一撃必殺。おじさん大丈夫？もうおじさんあんま強くないんじゃないな。あの無茶したあかんおじさんが。これは金田の木で見た兵。ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。ほんま元気やな。ハーンの精鋭だ。7割方俺が倒してんの。もんすごい生きてんねんけど、おじさん。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。オッケー。倒せば、お前倒せばいいねんな。なんかこのなんかこれ多分見せてへんかったけど、かがり火台っていうのがあって、なんか一回竜像の時にやったんちゃう。竜像の時に俺火つけたやん。あれをつけることによって、なんかここまでは俺らの土地ですみたいなのを表してるみたい。よいしょ。おじさんこれ倒してほら、おじさん倒してほら。おじさんも練習せへんかったらな、一緒よ、ママやから。なんも聞かへんよおじさんこれ。こいつがこのちっちゃい盾見て。あいつのちっちゃい。お前だって何か逃げようと。あいつだって逃げようと。だってあんなあんなにだってちっちゃかったらザ・スコエルモンもスコエンって。何何何何おい、なんか何せ何せ何せか分からんねんけど、倒せばいいの。おいおいさん頑張って、ほら頑張って。よくやった。これはいいよいいよいいよ、よっしゃよくやって。上出来よ、上出来上出来。おいさん何はあまなく一生食うで超楽しい。何こっちか、こっちから来るのって。ユナ、もうユナ、ユナちゃん。猛虎の大軍が来てるよ。いやいいよユナちゃん、危ない、死んじゃうから。ユナちゃん弓を構えて。オッケー、任せろ。よーちょっと待って、皆殺しだ。お俺まで殺されるとかって言っていいか。大丈夫かな。もう勝った。もう倒した？まだいるか？新手は来ないよ。おお、ユナちゃん倒した。ほら、よかった。俺ユナちゃん死んじゃうかと思った。ここら辺で誰かまだ死んでへんやついひんかった？あ、オッケーオッケー。これ倒すことによってね、あの気合が溜まるから。よっしゃ、ごめんユナちゃん、お待たせ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。うん。タカも一緒に。まだ死んではおらん。うん、行ってらっしゃい。帰るぞ。かがり火台の火を灯し。金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン待っておるがいい。いやだからユナちゃんのことも考えてあげろって。だからな、お前さ、お前助けてもといてさ、なんなこいつ偉そうに言うやんな。ユナちゃんにありがとう言えよ先に。お前ちゃうんか、クソ野郎。お前ほんま、ほんならかがり火台に火を灯せとか言うて、一丁前にお前声だけなんかかっこいい声しやがって。ほんま典型的なプライドが高い男って感じするもん。もう志村に関しては申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね、うん、かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる、あそこで育ったから。え、だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。え、よろしい。酒井と共に兵を集めろ。え、なんだかその上からな。さすれば本土への船を調達してやる。
弟も一緒に。いやもう今行っていいよ、ユナちゃん。元槍川で待っておれ。もうお前もほんでさ、恩に切るよ。もうおじこん、いい加減にしろって。お前も、もう今返してあげろよ。なんでそこまで行けずすんの、お前。ほんまわけわからへんわ。もうほんまに、俺もうこういうのほんまに嫌い。もうなんかほんまれとか言ってわけわからんこと言ってるくせに、お前。お前がやりたいと、お前がやれよ。なんで関係ない人を巻き込むねん、お前は。ましてや、助けてもうといてやで。あんななんか、白木屋みたいな感覚でお前喋ってただけやん、結局。せやろ。俺の部屋よりも豪華な部屋でやで。その体勢がわからへん、もう全然。我らの意を示してくれる。ん？おかがり火をともせて。どうやって変わらはったんやな。めっちゃ綺麗よな、こんなとこ。ひょっこり湧いてきよったけど。お、技量獲得した。これいい加減使わなあかんな。でもな、ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。おう、志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下踏みを送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。ほう、麦谷におる五郎という名の船乗りだ。ほう、では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。お前がな、必ず生きて戻れ。もう絶対捕まんねん。もう俺助けへんぞ、お前が捕まっても。もうあ、これで終わりか。長かったな、一個。酒井様、牢に捕虜がおりました。え、捕虜？僧兵のようで、お話をしたいと。あ、僧兵だと承知した。わかりました。え、どこに、もう終わって、おしまいってとこは思ったんやけど。こっち？あ、この人？この人、あ、おにぎりしそう。酒井様。うん。おかげで命拾いいたしました。え、多分人違い思いますけど。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。ほう。しかし、この地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず上言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。にしてはふくよかやけどね。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が。焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。炎上させたと。守り手のほう、そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。ノリオ君。うん、ウェコン、どうした？この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、これ10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も麦谷も猛虎に抗っていると聞きます。すごい大きい武器持ってねえな、ウェコン。どこも持つのそれ。え、ごめん、ね、俺喋ることないけど、なんか、え、喋らなあかんの？どう調子、最近の理由はどう？のりおさん、左につけてるさ、なんか落花生みたいなやつ何？それ何入ってんの、そこに。そう、のりお教えてや、のりお。小銭かなんか入れてんの、そこに。ん？で、ノリオ。違う。ノリオ示してくれへんかった。俺、何したらいいの？俺、ノリオから離れていいの？
ノリオついてくんやろ。うん、じゃあだからノリオ、じゃあ自分でコミュニケーション取ろうという努力をしや。そうやろ。そうやねんからな、お前な。それなりにそうコミュニケーションを取ってさ、俺らと言うたら、で、なんかこう神の良さとかそういうのを務めなあかんやろ。なんでそのコミュニケーション一つ取れへん。あ、こっち行くの。ほんでこっち行くねんて。ごめんごめん、ノリオ。あ、ごめんなさい、行ってきます。ちょっとすいません。ここで良い。敵は何千にも及びます。うん、志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか。杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。うん、火星により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。うん、敵討ちではなく平和のために戦います。あ、賢い。ノリオ君、ええこと言うたわな。そう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 。ちょっとなんか冗談みたいになったわ。なんかちょっとややこしいことになってしもたわ、ノリオ君。でもほんまその通りや。取られたから取り返すではないってこと。苦しんでいる民のために我々が戦わなければならないってことだよね。